ゆっくり茶番劇の商標登録は使用料1年間10万円なんだこれゆずはという東宝作者のズンさんと無関係の第三者が勝手に商標登録。YouTube チャンネル登録者数20万人いるけどこれ他人のチャンネルを手に入れて自分のチャンネルにしてるのか。なんかちょっとやり方もずるいな。でも今回の商標登録まで行くといろんな人が頑張ってされてきてゆっくりの文化に迷惑かけてて気持ち悪くないとか言ってたらズンさん動くようなツイートしてる。かっけえ。悪いことしたら怒られるみたいにこの人に制裁下って日本の動画文化が守られてほしい。